こんにちは。関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日も強い日差しが照りつけて気温はぐんぐん上がってきています。東京都東久留米市のクローバーさんからは、今朝我が家の朝顔がたくさん花を咲かせていました。今日も朝から太陽さんはエネルギッシュですね。熱中症対策をして素敵な一日を過ごしてくださいというリポートをいただきました。朝顔がとっても涼しげで綺麗ですね。この後も太陽は大暴れするのか、早速気になる予報を見ていきましょう。この後も広い範囲で晴れて太陽がギラギラと輝きます。今日も厳しい暑さとなって気温は35度を超えるところもありそうです。また午後は山の近くほどにわか雨や雷雨の可能性があります。予報センターによると、明日は厳しい暑さが続く上、今日より雷雨の可能性が高くなるということです。お出かけの際は熱中症と天気の急変に十分ご注意ください。次回の更新は夕方の予定です。それでは。